Welcome to the world of swag. Fighters ready. Engage. はい、銀次です。おはようございます。おはようございます。三村です。いや、もうマジでね、今まで寝ちゃった。本当に。もうイエーイ、めっちゃホーリデーって感じで。はい。飛ばしてるね。飛ばしていかないとね、もう、なんか朝一のテンションだから俺、ちょっと飛ばしていかないと無理。ね、これアレクアレク？アレクアレク。俺ね、前、風谷さんと風谷さんの試合も見てたけど、やっぱ面白い、アレクアレク。え、その時はどっちが勝ったの？その時は、風谷さん。ああ。やっぱ同キャラは殴り合いになるからね。なんかね、やばい。この屈強な体たちが、ぶつかる様、うほって感じですよね。気持ちいいよ。気持ちいいよね。うわ強気だ。強気。そう、このね、クラッシュエルボー。俺すごい好きな技なんですよね、実は。大中小でも本当効果が全く違うじゃないまあ、なんで笑うの？なんで笑うの？いやいやいや、結構だって気持ちいいじゃない、当てた後。大だったらすげえでかいし、リターン。ジャックは、まあ、早いけど、その代わり見返りがちょっと少ないみたいな。はい、黒い方が風に。白パンツが風に。今風にが勝った。俺もボス君とやりてえな。ボス君？10月ね。え、ボス君の何とやりたいの？孫と同キャラだよ。なんか、え、結局、ボスさんって、どのキャラが本当に本キャラなんですか？今は多分孫だと思いますけど、まあ、なんでも終わってる。そういううちになんかスタンチがすごいことになってるけど追い上げてダメなってる。ああ。Are you ready? Go。前もちょっと話題になったんですけど、アレクアレクって結局何を狙ってくるゲーム？単純には言い切れないから。乗ったもんが勝つみたいな。あ乗った勝ち。切れた方が勝つ。あはいはい。これ。タワチュー。おいな、なんか知識がないキャラでもほんと喋れない。やばい。あー、これ引き大パン、引き大パンすごい俺好き。なんかしてやったりみたいな感じが。あれブローできない？できないですね。できなくて、結構なんか前見たのがダッシュさせたり起き上がりにそれ重ねるかみたいな感じので、スタンチがモリッと増えるじゃない。あれやばいですよ。あれやばいよね。なんかダメージとかスタンチもそうだけど、精神的に結構くるよね。もう一瞬で半分たまりますからね。そう、垂直ジャンプライパンからつながるから。あれとなんだ、立ち台系、あのうわーってやるやつ、はい、あの赤ちゃんみたいな声出すやつ。それが言いたいだけなんでしょ。それが言いたいだけだけど、よくぞ見抜いたって感じだけど。これなんだっけ、前聞いたけどサード、ストリートファイター系でコマンド投げ持ってるキャラいるじゃないですか。サード新規加入ではコマンド投げはジャックが今日が間合いが広いんだよね、コマンド投げした時って。
コマンド投げで、例えば誠のカラッカとか、実は今日が、そう、前が広いんだけど、違う、新規加入税、サードで新規加入税じゃないやつのコマンド投げは逆らしい。弱が一番前が広いらしい。例えば例えば、さっきのパワーボム、しかり。おぉ、そうそう、弱中強で、前が逆になってるらしくて、そうそう、ああそういう話もあるんだなっていうのを聞きました。はい、まあオチはないんだけど、そう今の聞いた話をぶっ込んだだけです。はい。最近の仮面ライダーはどうなんですか？よく聞いてくれた。よく聞いてくれたよ。俺ね、すごい仮面ライダーになるのが、まあ、ちょっと前まで夢で。夢で、はい、はいはいはい。結構、今の仮面ライダーってすごい変身の仕方がほんと超スタイリッシュなんですよね。はいはいはい。今、仮面ライダーダブルをやってるんですけど。ダブル？はい。二人で一人なんですよ、仮面ライダーが。そうなの？はい。それでね、行くぜ、相棒みたいな感じで、一緒に変身するんですよ。やばい。それで一人になるの？それで一人になる。マジか。そう、仮面ライダーがね、二つの偉い、行くぜ行くぜみたいな、行くぜよみたいな、そうそうそう、そんな感じで、そうそうそう、人雷とかチェストみたいな感じで行くぜみたいな。浮き上がってくるでしょ。そう、浮き上がってくる。そう、ベルトがベルトがね、シュイーンって浮き上がってきて、そのベルトに、今の変身ツールが、そのベルトになんか USB メモリーみたいなのを刺すやつで、メモリーを起動させて、ポチって押すと、なんか、メモリー独特のなんかボイスが入るんですね。メタルとか、サイクロンとか言って出るのね。で、それで、もういい。もうついていきませんね。もういい、あ、すいません。すいません、すごい熱くなっちゃって。今日の仮面ライダーなんか実家に頼んで撮ったらしいですかね。実家に頼んで撮りました。今日は寝ちゃったもんで。そう、実家のね、フルハイビジョンでフルハイビジョン TV で。マジウケるわ。いやでもね、見逃せない、やっぱり見逃せない。そう、今ね、俺パソコン壊れちゃってるからね。今色は結構いるんですね、仮面ライダー種類みたいな。そうですね、今の現在放送中のダブルは仮面ライダーになる人の数は少ないんですけど、仮面ライダーのフォームチェンジがすごい多くて、さっきの言ったように2つのメモリでチェンジできるもんで、着せ替え、そうそう、そんな感じです。着せ替えだったり、あと特殊なメモリー、エクストリームメモリーっていうのが最近出て、エクストリームすごいパワーアップしたダブルが見れたり、そう、あれはね、いいよね。なんか結構ガンダムに通ずるところもある、そういうところ、パワーアップ版とか。これガンダムもついていけないんだよ。ミモラ先生のなんていうの、おすすめのテレビ放映ものは何がいいですか？今やってるの？今やってるの。ドラゴンボールぐらい。ドラゴンボール書いてあるんですか？そう、綺麗なところを見てほしいです。ああ、結構リメイクされてるんですか、あれは？いや、何も変わってないです。何も変わってない、ただ綺麗になっただけ。あ、はい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 。ドラゴンボール世代にとってはもうかなりね、面白い意があるんじゃないかと思います。私も今日、まあ見たんですけど。はいはいはい、見ました。あの時間に起きてて見ました。見ました見ました。はい、人造人間が、はいはいはい、来たで終わっちゃいました。人造人間が来た、来て終わりました。はいはい、ヤムチャがズシューって泣いて終わりました。ヤムチャ、はい、ヤムチャ好きなキャラなんだけどね。だってすごい人間味があるじゃないですか。あいつが一番人間味があると思うんですよ。あんかい。Are you ready? Go! なんだっけ、ルーがローローゲン。
どうが風風拳か。あれ逆か。いや俺ちょっと実はドラゴンボール世代じゃないもんね。わかんないんですよね。あの ET ぐらい、ギリギリ GT ぐらいだもんで、ね、GT で小学生ぐらいの時に GT がやってたもんで、そこで見てもうほんとチラッとですよね。 GT のなんだっけ、エンディングザードが歌ってるんだっけ。あ、そうじゃなかったっけ。エンディングザードじゃなかったっすか。そうですよね。でオープニングがあれですよね、あのかの有名なダンダンってやつですよね。あれ好きですよ。カラオケで入れますよ。ね、カラオケ大好きこれ。あ、ちょっと待って、この10分ぐらい、10分か5分ぐらい、ちょっと全然試合のこと触れてなかったけど、今どうなってんですかね。今何々ですか。43だからあと3本。はい。うわぁ、43で負けてるのかカズニが。いやでもカズニ今押せる、あいが確定で入るね。ちょっと出ないんだけど。44、いい勝負ですよ。すごいいい勝負。山さんが見えましたね。この有名な登場です。わお、飛び込んで投げて拾って釣られて投げて、オールレイドぶっ放す。あれちょっと なんで実況風になってんのこれ。いやちょっと恥ずかしすぎます。自分の知識のなさが露呈してしまって。はい、どうも、三村に代わってピンツです。あれ、そこで選手交代しちゃうの。選手交代です。え、ピンツさん、はい、あのアレクなんですけど、はい、なんかどういうところがやっぱり見どころっていうかだと思います、この2人の組み合わせ。俺も完全に三村と同じ、もうぶっ込んだもん勝ちみたいな感じですか。刺した勝ち、はいはいはい、どっちが早く刺すか。もうどっちも刺さったら痛いですからね。1回で。まあでも逆にアレクを知ってるから、はいはい、裏の行動ができる。ああ、だから結構あ、こんな連携見ないわって行動が結構入ったり。そうそう、知ったもの勝ちじゃないですか。同キャラってそういうところありますよね。なんか結構当然のことしてると普通に対策されるから、ちょっと違うことしてみるみたいな、案外そうですよね。剣同キャラとかね、全くなんか、まあ、剣同キャラは全然解説できるんですけどね。はいはいはい、なんせアレクなもんで。ですよね。ですよね。アレクでもなんか見てて面白くないですか。面白いですね。面白いですよね。はいはい、こういうところね。なんか一発一発がでかいから、うん、見応えすごいあります、ね、これ美味しい。そう、美味しいって言葉すごい合う、アレク。やっぱ画面端は風谷さん強いですね。めちゃめちゃ強い。今のは風谷さんが取った。今風谷さんが取りました。まあ言えば黒い方です。はいはいはい、ちょっと色黒の方。色黒の方。これ画面端が強いわ。回復回復できず。やっぱね、スタンチが手前に来るとテンパっちゃうんだよね。わかる。そうそうそう、誠とかもそうだけど、うん、やっぱりスタンチが見れる、俺そこすごい画期的だと思うんですよね、うん、おお、そっから以上以上カズニが勝ちました。